遅いっすね、伊達さん。一人で行っちゃったけど、大丈夫ですかね？そうか。一人はちょっとまずいかもな。とんでもねえ奴らだったからな。じゃあ、とりあえず下行けばいいのかな。伊達さんが心配だしね。いろいろ話しかけてみようかな、せっかくだから。何かこの店ってスリリングよね。確かに。いろいろなこと起きたしね。島の組来たりしてたからな。いつも何か騒動があってさ。まあ、逆にスリリングがあって、面白いけど巻き込まれたくはないよね。もう店閉めちゃうのかな。でもまあ、大丈夫だよ。外でやったから。この間みたいに島の組入ってきてないから。多分な。多分な。もう、スターダストで最高にいいんだけど、燃え事ばっかりなんだから。でも来ちゃうんだけどね。いい店やな。そうだな。飲み足りないのか？いやー、どうせこれから自分の店で飲むから。ああ、そうなんですか。自分の。そう、私、近くのキャバクラで働いてんのよ。何か急に呼ばれちゃったからヘルプで行けないといけないんだ。だからまあ、ちょうどよかったわ。ならいいじゃねえか。さっきの話は何だったんだ？まあ、いいでしょう。兄さん、この店の関係者？いや、違う。まあ、もう、関係者みたいなもんだけどね。ちょっとした。いや、特別に教えちゃうけど、あの若い女の子、絶対に騙されてるよ。私ね、翔太くんの噂知ってるの。教えて、教えて。噂？なんか前にもホストクラブにいたみたいなんだけど、客の借金かぶって金利取ってたんだってさ。あくどいよね。クソ野郎じゃねえか。クソ野郎、翔太野郎か。翔太野郎？翔太郎か。これはちょっとお灸を据えなきゃいけませんですね。これ、ゆうやじゃないよね。翔太くん大丈夫ですかね？そんな奴の心配すんな！伊達さんだ、伊達さん！心配なのか。僕、翔太くんは絶対に脅されてると思うんですよ。あの奴らに？いや、共犯じゃねえか。多分、あのさやってこのためにお金借りて借金取りで脅されてるんじゃないですかね。そんなわけなさそうだけどな。絶対来るだろう。で、和樹。ごめん、大丈夫っす。もういいっす。和す樹！いません。すいません、桐生さん。ちょっと店を開けてる最中にこんなことになるなんてな。まあ、しょうがないよ、これは。しょうがない。いや、いいんだ。それより、伊達さんが心配だ。まさか、さやちゃんが店に月があるなんて、知らなかったんだ。まあ、そもそも伊達さんのことをあんま知らなかったっていうのもあるかもしれないよね。翔太のバンスもそれが理由だったんですね。バンス？なんだ、バンスって。ホストが店に金借りることです。さっき言ったやつか。近隣みたいなやつか。自分のお客さんが払えなくなった分を自分で立て替えるんです。回収はホスト自身がします。じゃあ翔太ってやつはその借りを返すために。いや、ちょっと考え、にくいのね。うちの店はバンスに金利も期限、いい店。いい店。翔太はどうしたんだ？今日は早番だったんでもう上がりましたよ。もう絶対怪しいじゃんな、あいつな。ちょっと、どうしようかな。話聞こうかな。ゆうやにちょっと話聞きたかったんだけど、なんか嫌な予感がしますよ。翔太ってやつのことか。最近若いホストはみんな仕事舐めたところがあるんですよ。お客さんは食い物じゃないってのに、お客さんの懐具合を見ないんですよ。最悪だな。そういうことだよ。な！そういうことだろ、ゆうや。ちょっと、気がかりですね。何がだ？翔太のことです。売り上げもいいし、礼儀も正しいんですが、何か悪い連中とよく遊んでるんです。まあ、そういうことだよ。表面だらけみたいな感じだろ。変なことに巻き込まれてないといいんですが、志望格は、あいつかな？桐生さん、翔太が言ったの。マチキンから借りた店のツケすぐ返さないとまずいから、どうにかして金作れって。いつからそんなことを。本当は初めてだったの。でも来週までにお金を用意できなかったら翔太殺されるかもって言うから。てめえの命を惜しくて自分の女に何とかしろってのか。本当にお前を大事にしてるならそんなこと言えるわけがねえ。でも私には翔太しかいないから。伊達さんならお前を守ろうとする。自分がどんな目に遭わされようともな、お前のことを一番大事に思ってるのは翔太じゃない、伊達さんだ。
ねえ、キリュウさん。あたし、お父さんが心配。その待ち金の場所、わかるか？ピンク通りの花形ビル。そこがあいつらの事務所なの。行くぞ、サヤ。お前も一緒に来るんだ。花形ビルへ。おお、サヤちゃんも一緒にね。おお、一緒に行動できるんだ。行くで、サヤちゃん。ピンク通りの花形ビル。お父さんそこに行ったんだと思う。一緒に行くぞ、助けに。助けねえとな、伊達さんを。相棒なんだよ、うちの。ちょっと待って、ゆっくり、チンピラとかもいると思うから、うまく避けつつ行きたいところではある。今のところまで、あれ、翔太くんだったよね。どうした？やっぱりな。大丈夫か？ついてこれてるか？行くぞ。まっすぐだぞ。いや、はるかはすごい早かったんだけどね。逆に花形ビル案内してほしかったんだけど、さやちゃんに。いやー、はるかの速さが異次元すぎたよな、だってね。あ、キャバクラの方じゃんね。何、お兄さん、何か言おう。聞き惚れたぜ。聞き惚れたぜか。あ、わかる？お兄さんいいセンスしてて、で、それってナンパ？まあ、お兄さんみたいなのタイプだけどさ、ごめんね。これからお店なんだ。お店？ピンク通りの社員ってとこ、あー、キャバクラなのかな？本当は、あーや、今日二日酔いだから、マジ勘弁なんだけど、そういうことだからごめんね。褒めてあげたのにな。全然、このストーリーと関係ない話だったね。社員ですってやつか。俺かけ枕か。いい子つけるよ。はいはい、ムシムシムシ。今忙しいから。ごめんね。後で、寄れたら寄るわ。寄れたらね。確かにこの辺だよね。おっと、チンピラ！ちょっと待って、チンピラ！危なかった。おら！お前ら。ねえ、あんた。サヤの親父さんなら金払ってよ。そしたらビデオの話は忘れてやるよ。いくらなんだ？店の付けが20。俺が立て替えたから利子と合わせて400。翔太はさ、うちの系列で金借りたのよ。その利子が乗っかってんだよ。バカな。払えないんだったらさやちゃん、しょうがないでしょ。あ？おい翔太、何やってんだこら。こいつサツか。へえ、4か。丸棒じゃねえか。マジか、やべえじゃねえかよ。まあ待てよ。お父さんさ、丸棒だったら押収した拳銃とか山ほどあんだろ。何？そいつを回してくれたら、サヤの借金チャラにしてやるよ。どうだ、いい話だろ。話にならねえよ。強がってんじゃねえよ。翔太、なんで？薄情な親父だね、あんた。娘大事じゃないの？大事だ。大事に決まってんだろ。サヤには指一本触れさせねえ。だったら要求を飲めよ。俺はサヤの父親だ。だが警察官だ。お前らの要求は飲めねえ。じゃあサヤはどうなってもいいんだな。あ？あんたはサヤより仕事を取ったんだな。殺せよ。なんだと？殺せって言ったんだ。ここで俺が死ねば、さすがにお前らでも逃げ切れないだろう。日本の警察は甘くねえんだよ。それにサヤはきっと俺の友達が守ってくれる。じゃあ望み通りにしてやるよ。別に俺らは殺なんか怖くねえ。鼻から失うものなんてねえんだよ。お父さん。なんだってめえ。あんた初めっからグルだったわけだ。腐ってるぜお前ら。翔太、腐ってるぜお前ら。ほんとな。やりましょうぜ。叩き潰すしかないな、伊達さん。今までの分をしっかりとお見舞いしてあげようぜ。あ、なんか持ってんのかあいつ。ああ、持ってますね。
持ってますね。せっかくだからね、傘立てね、君たちの傘立てを使わせていただこうかしらね。よいしょ。いやーちょっとめんどくせえなー。よいしょ。使えるものは使わせてもらうぜ。伊達さんと一緒になんか協力プレイのさ、ヒートアクションとか出せねえのかなとかもあると嬉しいんだけど、うざいねあなたね。翔太くん、ヒートアクション出して、ヒートアクション出して。そう、掴みかな、できねえな、なかなかね。掴んでから、あ、いた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 、やるよ。ちょっとあかん、ちょっと体力回復しとこう。おでん、この状況でおでんを食います。なめんなよ、よいしょ。あーあー、痛いね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 、危ないね危ないね、痛いね、危なかったね。回復薬買いたいね。ダメだね。あ、もうお弁当回復しないね。あー、ヒートアクションとかで倒したかったな。20が400だって。冗談にしても笑いやしねえな。いえ。消耗出せよ。借りができたな、キリュウ。いや。お父さん。普通の女子高生なんだな、そうしてると。やだ、ジロジロ見ないでよ。お父さん。さや、俺はダメな親父だ。10年前、お母さんとお前から逃げ出した。だから、お前に何も言えた義理じゃないと分かってる。でもな、それでも一つだけ約束してくれないか。自分をもっと大切にしてくれ。さやが幸せになるためにもっと自分自身を愛してくれ。それでもお前が苦しんだり危ない目に遭ったら、俺が守ってやる。守ってやるから。分かった分かったから、泣かないでよ。おはよう、伊達君。課長、何か？ああ、ちょっと話がね。何のお話でしょうか？10年前、君は独断である事件の捜査を進め、その後のキャリアを滞らせた。二度目がないことは分かっているね。ええ、まあ。単刀直入に言おう。今君が調べていることからすぐに手を引くんだ。どの件でしょう？交渉の余地はないんだよ、伊達君。今すぐ手を引きなさい。話は以上だ。失礼します。おい、伊達君。今のが伊達刑事かね？はい。どうだ、須藤君。誘拐犯なんですね、伊達さんと一緒にいるのは。そうだ。依頼主は明かせないが、捜索願いが出ている。上から直接頼まれた異例の任務だが、一課で引き受けてもらえないか？わかりました。これまた捜索願いと、どういうことなんだ一体。なんか手がいろいろ回されてそうだね。にしてもこの章はあれだったね、親子の物語だったのかな。花屋に始まり、伊達さんで終わるという。まあちょっとね、やっぱりこういう回もいいね、この章ね。
まあ、次からちょっとね、いろいろとまたまた展開が激しくなりそうだしね、伊達さんも断ったしね、どの件でしょうか、言ったりとかね、してたから、ちょっと楽しみなことが次の章は増えますね。というわけで今日はちょっとね、こんな感じで終わりにして、また次回やっていきましょう。ありがとうございました。